こんにちは、北原理恵です。今日はですね、私下北沢のミニカレーフェスにやってまいりました。いつもね、毎年あの秋にカレーフェスはやってるんですけど、なんかミニカレーフェスっていうのがあの今年は7月から8月までやってるみたいなので、今日はそのミニカレーフェスに参加したいと思います。イエーイ、受付です。こんにちは。こんにちは。これはあれですか、スタンプラリーですか？そうですね、スタンプラリーました。毎年カレーフェス、ありがとうございます。来てます。はい、そして、はい、1個目、ワンポイントね。これは15個を目指すんですか？まあ、T シャツが欲しいとなると20個です。ミニカレーなんで全然大丈夫だと思います。はい、わかりました。ワンポイントで部品が、え、もうすでに？すでに。はい、こちらですね。じゃあどこ行こうかな。私、下北のカレー屋さんの中で一番好きなカレー屋さんがあるので、まずそこ行きますかね。まずそこ行こうかな。1日で10個行けるかな、目指して頑張ります。だからもういかに途中からは味重視じゃなくて、本当いかに少量でスタンプがもらえるかっていう戦いになってくるんで。ありがとうございます。こちらは夏の旧ヤム式和風鶏キーマですね。今回旧ヤム亭さんはカレーフェスはこのテイクアウトのメニューのみでカレーフェスに参加ということなので、ちょっと特別に店内で食べさせてもらってるんですけれども、テイクアウトのみでございますので皆様注意してください。いただきます。うまっ。なんかこの旧ヤム亭のスパイスの感じ本当に好き。コーンだ、コーンが入ってる、夏っぽい。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。今回のカレーフェスも1軒目旧ヤム亭さんに来れて私は幸せです。さあ行きますか、次。危ない危ない、普通に忘れて帰る、満足して帰るとこだった、ご飯食べて。こちらね、じゃん、こんな感じで押せるんでございますよ。じゃあこれを10個目指して次に行きたいと思います。旧ヤム亭さんは実は結構下北で言ったらかなりマップで言ったら下の方なんで、結構外れっちゃ外れなんです。まあ、こっちの方に来たら毎度私カレーフェスでは絶対にたこ焼きをテイクアウトしてそれで1ポイント稼ぐっていうのをやっているので、今回もそれはやろうかなと思います。あれ、なんかちょっと待って、なんと、あー、誠に勝手ながら本日はお休みさせていただきます。オーマイガー、もうこれで私はスタンプを1個失いました。じゃあちょっととりあえずクレープ屋さんに行きます。あの3時のおやつということでありました。イエーイ。カレーフェスに参加してるんですけど、はい、このグレフル蜂蜜ホイップクリームを、はい、わ、1つでじゃん。もうね、3つ目にしてすでにカレーじゃない。あ、ありがとうございます。果汁下から垂れやすいのでお気をつけください。はい、美味しそう。映る。いい、美味しそうです、とっても。いただきます。いただいてるけど、うん、美味しい。あ、蜂蜜入ってるんだ、めっちゃ美味しい。お風呂が中にあって、うんうん、なんかシルク風呂みたいな。待って、お兄のワンピースだから。あったー、店員さんが注意してくれたのに。あ、そう、ここもこの48番のニックンロール、ニックンチーズカレーはいつもテイクアウトしてます。ごちそうさまでした。美味しかった、最後までうまかった。あー、美味しかった、ごちそうさまでした。着いた、ニックンロール。じゃん、見て、おー、炙ってましたから目の前でチーズを。美味しそう。こちらはもう後ほどいただきます。4つ目、無事ゲットしました。じゃあ行きますか。来たよ、じゃん。お
美味しそう、パクチー乗ってる。ありがとうございます。じゃん、こちらベトナムのビール、ベトナムで一番多分有名なビール、サンサンサンって書いてね、なんかバーバーバーって読むんですよ。バーバーバービール、久々や。もう飲みます、いただきます。最高、ビール最高、いただきます。うん、YouTube のスタッフさんから誕生日プレゼントでいただいたこの守護伝説を持ってきましたからそんなに飲むのっていうそんな飲まないと思うけど、まあ、せっかくもらったんでね。いや、完食、ごちそうさまでした。ちょっとお腹がいっぱいになってきたので、助っ人をそろそろ召喚したいと思って、今いろんな人に連絡してます。もう最悪 YouTube 映らない人だったらもうここで食べてもらう。やったー、どうか。次はあの主食食べたんでジェラート食べに行きたいと思います。デザートタイム。さあ続いてジェラート行きます。イエーイ。あった、カルパシって書いてある。カルダモンマスカルポーネラッシーネグリークラムレーズン。めっちゃカルダモン、おいしい。無事6個目、お、あと4個かも、6個目のスタンプをゲットしました。しかもここでなんと強力な助っ人が来てくれました。紹介します。はい、伊藤愛美ちゃんです。はじめまして。ゆるい服で来たんでいっぱい食べれるように頑張ります、はい、カレーの色で来ていただいて、はい、ありがとうございます。やっぱ愛美さんは結構あの下北沢大学准教授としてすごくあの下北沢に詳しい分野で活躍されている方なので今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります、はい、じゃあ早速いきますよ、うん、次は今甘いものを食べたので我々、うんうん、カレーを、よし、この風のりメリーさん、あー知ってる？うん、聞いたことある。お、さすが。行きましょう。行きましょう。いや、ちょっとここで私、こちらのベルトを一つ緩めさせていただいて。ありがとうございます。かわいい。じゃあ、本当来ていただいてありがとうございます。すいません、協力いたします。お願いします。いただきます。いただきます。あー、うまい、うまい。カレー頼んでもいいですか？そしたらこの子羊ひき肉のスパイスと発酵食品カレーを一つ、はい、あ、YouTube デビューだ。え、本当？うん、メインですか？そ、私 YouTube の、うん、SNS ほぼやってないね。ありがとうございます。デビューよろしくお願いいたします。あ、羊のひき肉と、あ、美味しそう。マガチャウのカレーですね。すごい、お米パスタみたい。あのバスマティライス。出た、バスマティライス。いただきます。うん、うん、うん、これ止まんないかも。美味しい。ぜひ止まんなくなってください、うん、止まんないわ。いけた、よし、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです、とっても。はい、7個目です。いい感じ。じゃあ次は燻製カレーに行きます。はい、あ、あれあれ、ちょっとこれ、ちょっと待ってください。これちょっとテイクアウト系じゃない？これちょっと買っていきますわ。カリーパン8個目、イエーイ、見えてきた。やった、嬉しい。お土産にすいません、すいません、ありがとうございます。どうぞ。あゆみちゃん、ありがとう、来ていただいた。感謝の、ありがとう、感謝のパン。ありがとうございます。来た、うんな。うん、うん、燻製だ、美味しい。
しい。9個目、やったー、見えてきた、ゴール。あー、お腹いっぱいになりました。さあ、ちょっとここで悲しいお知らせがございます。はい、ちょっとそこで、あゆみちゃんがお別れということで、めっちゃ助っ人、はい、助っ人で2個、はい、2つ食べたんで、ありがとうございます。本当にこちらこそ美味しく食べれてよかった、ね。うん、めっちゃ美味しかった。本当にもう文字通り助っ人として、はい、来ていただいて、一瞬ありがとうございました。ラスト1個いきたいと思います。記念すべき10ポイント目、お疲れ様でした。頑張った体に染みます。カレー餃子来ますから、それ食べたら今日の目標の10ポイント達成ということで、さあ、来ましたよ。美味しそうだけどでかいな。10個達成して本部に行って何かをもらうんだ。頑張る。ついにもうラスト1個になりました。もう今日はこちらのこの餃子を持って、本日私の下北沢ミニカレーフェス終了したいと思います。いただきます。うん、この子は最後まで美味しい。最後、大満足のミニカレーフェスになりました。クレーピーナッツ、ありがとうございます。無事10ポイント達成することができました。やった、見てください。じゃーん、今から受付の方に行きたいと思います。あれ、ちょっと待って、お昼までここに受付があったんですけど、え、マジで跡形もなくないですか。カレーフェスやってた本当に。ちょっと待って、なさすぎる。19時までだわ受付が。今ちなみに10時。今10時だって。ダメだ、終わってた。せっかく頑張ったのに。後日受付の方に行くということで、じゃあもう今日一日で頑張んなくてもよかったんじゃ。というわけで、ちょっとカレーをたくさん食べるのに時間がかかってしまって、ちょっとカレーフェスの受付時間が終わっちゃってたんですけれども、無事下北ミニカレーフェスティバル、まあ、スタンプ、目標であるスタンプ10個達成することができました。イエーイ。たくさん今日カレーを食べて、改めてカレーへの愛を再確認できたので、今日は幸せな一日でございました。皆様もぜひお時間ご興味ありましたら、下北カレーフェス足を運んでみてください。じゃあまたねー。